ニューストピックスです。石川県内でツキノワグマの出没が相次ぐ中、アウトドア用品店やホームセンターでクマ対策グッズが早くも人気を集めています。クマは秋に活動を活発化させますが、今年は目撃件数が過去最多ペースで推移していて、登山客だけでなく通勤通学時の備えとして鈴やスプレーを購入する人が多く見られます。今回はこの話題について社会部の村井記者に話を伺います。村井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年は多くの熊の目撃情報が寄せられていますね。はい、県によりますと6月末時点の県内の熊の目撃件数は前年同期と比べて28件増の152件で、過去最多ペースで推移しています。はい、今年は住宅地近くでも熊が目撃されていて、行政や警察が警戒を強めています。今年は人里での大量出没が予測されることから、県は6月6日に出没注意情報を前倒しで発令、警戒感が広がっています。そうですか。はい、このクマ対策のグッズっていうのはどういったものが人気なんですか？はい、金沢市のモンベル金沢店の一角にはクマよけの鈴やホイッスル、唐辛子成分入りのスプレーなど10種類のグッズが並んでいました。はい、例年は夏山シーズン前から売れ行きが伸びるそうですが、今年はゴールデンウィークから買い求める客が増えていて、鈴の一部は品薄となっているそうです。モンベルの担当者によりますと、近年熊の出没情報が相次いでいることから、昨年購入できなかった人が早めに買い求めたり、子どもに持たせるために買ったりする人が目立っているということです。はい、やはり今年は熊の目撃が多く、はい、早めにグッズを購入する人が多いようですね。はい、今年は金沢市朝日町周辺の住宅地で熊の目撃情報が相次いだほか、津幡町では大城大小付近で目撃が続き、小学校や隣接する保育園周辺に約2時間居座るというケースがありました。はい、登山道具などを扱う金沢市の公立山荘金沢西インター大通り店では、熊の目撃情報を受けて熊よけスプレーを14本用意してほしいというまとめ買いの注文があったそうです。はい、店舗では音色が広く響く鈴の人気が高く、在庫がないものもあるそうです。担当者は熊の目撃情報があると熊対策グッズに関する問い合わせが増えると話していました。そうですか。はい、熊の対策はどういったものがあるんですか？はい、県によりますと熊を人里に引き寄せないように隠れる場所となる草むらを刈り取ったり、不要な家事を伐採したりすることのほか、餌となるペットフードや生ごみを、捨てることなどが大切になります。山林にはくぐらないことも必要になります。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。